アリアです。ヒメカです。ユナです。エコです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日はなんと新メンバーに来てもらいたいと思います。イエーイ。皆さん分かる通りここにね、一人分空いてます。そうですね。皆さん誰が来るか知っていますか？知ってます。会ったことある人？はい。え、あ、一緒にイベントしましたよ、私たち。ヒントもう一つ、エコちゃんと一緒のニコプチのモデルです。全然モデルです。声出した。早速呼んでみたいと思います。せーの、レイラちゃん。はい、じゃあお名前をお願いします。向井レイラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユナちゃんと同じ年ですよ。そうですよ。ちょっと身長も似てますけどね。それもちょっとユナとエコが先輩になるというか、はい、ユナとエコの背中を見て育ってください。いい先輩なので。第一印象はまず可愛い、飛び抜けてピューンって可愛いって感じで、あーみたいな。とにかく可愛くて、しかもめっちゃスタイルもいいし、明るい感じの雰囲気が出てるから、多分慣れたらめっちゃ明るく喋ってくれそうだな。そうだな。そのなんかお嬢様とかお姫様系の、わかる、お上品な感じ。会ったばっかだからあんま喋んないけど、絶対慣れたら明るくなる。もう明るいオーラが出てるし。最初のエコみたいになってないから。最初のエコやばかったよね。超人見知ってたもん。あれ。私はメデが、かちった、なんか可愛い、ひょどってる、ひょどってる感じで入ってくるって聞いた時、えぐくないって思いましたね。喋っててもマジ天使じゃない？確かに、やばーと思って。何してる？やばいですね。結構前から会ってたんですけど、遡って一番初めての第一印象はなんかおとなしいのかなってパッと見思ったんですけど、話したり LINE とかで会話してると優しい子だし面白いのかなって思ったりしました。そして可愛いって思いまして、思いました。思いました。最初はね、最初の姫香ちゃんみたいに姫香ですって感じ。そう、姫香、あれもマジで声変わり、声変わり。みんなに作ってるっていうよりもマジで学校でもあんなんだった。だんだん弾くのめっちゃみんなに言われる。声低くなったね。レイラちゃん慣れてくると思うし、頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。イエイ。次もね、もっと詳しく知れるような動画になってると思いますので、みんな見てくださいね。見てください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。